ひひひ、この声優さん本当にイケボだな。きっと実物もイケメンで超かっこいいに違いないにゃ。ガーナ、何を言ってるのよ。イケボでも実物がブサイクで最低なやつの場合もあったでしょう。あ、それってまさかあの時の男？そうよ。これは私がまだ殺し屋をしていた時のことね。こんばん、バリトンボイス。地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。バリトンというと、すごく低くて魅力的な声ということでしょうか。らしいな。バリトン、ハスキー、ソプラノ。いろいろ種類はあるけど、女の人からしていい声ってどんな声なんだ？それこそ好みによるでしょうが、声は大切でしょうね。生物学的に女性は耳で恋をすると言われるほど、声の相性は大事なようですから。なるほどな。今日はそんな声に関するお話だ。早速見ていこうぜ。あなたが今回の依頼人ね。お姉ちゃんから話を聞いてこいって言われたにゃ。はい、よろしくお願いします。真面目で優しそうな人だけど、すごくやつれているにゃ。彼女は殺し屋のガーナ・アルカラム。今回は姉のショコラの指示で新たな依頼人から話を聞きに来ました。あなたは誰かを殺してほしいなんて言いそうな人じゃないように見えるけど。殺しの依頼なんかじゃありません。俺は大切な妹をあの男から救い出してほしいんです。妹さん？一体何があったんだにゃ。こうして依頼人の彼は事の経緯を説明し始めました。メイコ、ご飯できたぞ。今日は就職祝いで豪華だ。やった、お兄ちゃんありがとう。両親は俺が大学生の時に事故で死んで、それからは俺が妹のメイコの親代わりとして頑張ってきました。必死にお金を稼いで大学まで行かせ、メイコは無事に卒業して社会人にもなったんです。お兄ちゃん、今まで私のことを育ててくれてありがとうね。これからは私がたくさん働いてお兄ちゃんに恩返しするから。メイコ、お兄ちゃんもまだまだ働くっての。一緒に頑張ってこうな。うん。これで天国にいる両親も安心してくれている。そう思っていたんですけど、メイコが社会人になってから問題は起きました。ただいま。ん？達夫さんかっこいい。投げ銭たくさんするから認知してほしい。あれはなんだ。メイコは昔からアニメや声優が好きで、その影響から一般人が声を配信するサイトにハマっていました。配信を聞くだけなら問題はなかったんですが、そのサイトには配信者にお金を投げる機能があったんです。よし、追加で1万円投げるぞ。メイコ、ちょっと待て。あ、お兄ちゃん帰ってたんだ。おかえり。ただいま。それより追加で1万円ってなんだよ。さすがに使いすぎじゃないか。私が稼いだお金なんだし別にいいでしょ。投げ銭したら私のコメントに反応してくれるし、達夫さんにも認知されるんだもん。でも。ほら聞いてよ、達夫さんイケボでしょ。確かにいい声だとは思うけど、あまりのめり込むなよ。わかってるって。慣れない社会人でストレスもたくさんあるはず。そんな妹の息抜きになるならと甘く見ていましたが、この時に俺は何か嫌な予感がしていたんです。さて、今日はメイコの好きなオムライスにでもするか。あ、って、あれは、メイコ？一体何をしてるんだ？そんなある日、俺はメイコが ATM で大金を振り込んでいる場面に遭遇しました。おい、メイコ、今、大金を振り込んでいなかったか？あ、お兄ちゃん。うん、今度の達夫さんのオフ会代で10万円を振り込んだの。10万円？なんだよ、それ。達夫さんにたくさん投げ銭をしたから彼に認知されてね。特別なオフ会に来ないかって誘われたの。この参加費を払ったら日時とか場所の詳細を教えてくれるんだ。待てよ、さすがに怪しくないか。金額も高いし会ったことない人なんだろ。大丈夫だよ、他の人もたくさんいるみたいだしさ。それに会ったことなくてもネット上では有名なんだよ。あー、早く推しに会いたいな。大丈夫かよ。
メイコも大人だし、あまり口出しされるのも嫌なはず。そう思っていましたが、この時のオフ会には絶対に行かせるべきではなかったんです。メイコ遅いなぁ。あ、メイコから電話だ。あ、お兄ちゃん、今日は家に帰らないからよろしくね。帰らない？どういうことだよ。達夫さんの家に泊まるの。すっごく優しくていい人で最高だよ。おいおい、男の家に泊まるって本当に大丈夫なのか？大丈夫だよ。他にも女の人はたくさんいるから安心して。じゃあね。おい、メイコ。切られた。他にも女の人がいるってどんなオフ会だよ。本人から連絡も来たし、メイコ一人じゃないなら大丈夫かと思いました。ですが、これ以降、メイコは家に帰ってこなくなり、音信不通になったんです。会社には毎日来ているって確認は取れたけど、メイコは大丈夫なのか？今日も疲れたな。あれはメイコ、痩せているじゃないか。会社から出てきたメイコは痩せ細っていて、健康的とは言えませんでした。メイコ！え？お兄ちゃん？会社に電話したでしょ！やめてよ！家にも帰ってこないし連絡もくれないからだろ。すごく痩せているし、一体どこで何をしてるんだよ。達夫さんと一緒に住んでるだけだよ。何も問題ないでしょ。達夫って、あの配信者だろ。付き合ってるのか？付き合うなんて恐れ多いよ。私は3番目のパートナーとして達夫さんに尽くしてるだけ。3番目のパートナー？メイコ、何を言ってるんだ。とにかく早く家に帰ってこい。やめてよ。男性と話してると達夫さんが嫉妬するでしょ。男性って、俺はお兄ちゃんだぞ。それでもダメなの。私は達夫さんに生涯を捧げるんだから。お兄ちゃんも自分の人生を生きればいいでしょ。メイコ。どうしてかメイコは達夫という男に心酔していて、俺の言葉は全く届かない様子だったんです。達夫ってのはそんなにいい男なのか、この目で確かめないと。俺はおかしくなってしまったメイコを尾行して、達夫という男を確認することにしました。あそこが達夫の家か。イケメンでいい男だとしても、事情はちゃんと聞かないとだ。突撃してやる。今日はいい天気だな。みんなとのデート日和だ。あれは嘘だろ。だけどそのアパートからは太ってブサイクな男がメイコ含め3人の女性を連れて出てきたんです。達夫さんとお出かけできて嬉しい。メイコ、何をしてるんだ。お兄ちゃん。おい、お前、メイコに何をしている。これはこれは、メイコちゃんのお兄さんですか。ご挨拶が遅れました。僕は達夫です。メイコちゃんの彼氏をしています。ふざけるな。デブデブサイクなお前がこんなハーレム状態はおかしい。君たちは全員弱みを握られているんだろ。なんと失礼な。俺はこの異常な状況からメイコたちは何か脅されているに違いないと思っていました。だけどそんな僕に対してメイコたちはとんでもないことを言い始めたんです。お兄ちゃん、なんてひどいことを言うの。達夫さんはイケメンでしょ。は？そうよ。それに私たちは彼と一緒にいたいから一緒にいるだけ。何も脅されていないわ。ストーカーをするなら警察を呼ぶわよ。なんだと。おい、メイコ、目を覚ますんだ。他の女ともイチャイチャしているこんな男はダメだろ。達夫さんに向かってひどいことを言うお兄ちゃんの方がダメだよ。私はずっと達夫さんと住むんだから、お兄ちゃんはもう関わらないで。どうなってるんだ。何かがおかしい。そう思った俺はすぐにおまわりさんに相談をしたけど、拉致監禁というからすぐに家へと伺いましたけど、彼女たちは自分の意思で彼の家に住んでいるようでした。でも妹は以前よりも痩せ細っていたんです。きっと虐待とか受けていたり。確かに怪しい部分はありました。でも警察としても事件性がないと動けないんです。そんな。おまわりさんに相談しても事件性はないからと言って何もしてくれない。一体どうすればいいんだ。あなた困っているよね。え？
どうしようか悩んでいた時、ショコラさんに俺は声をかけられたんです。なるほどね。みんなそのタツオって男に惚れているだけじゃないの？兄の直感としては、妹は明らかにおかしいんです。警察は動いてくれないし、あのタツオって男から妹を助け出してください。わかったよ。とりあえずタツオと妹さんたちの生活がどんなものか調べないとだね。ということで、タツオに気に入られるため配信に投げ銭をしまくったけど、オフ会の招待ってメッセージが来たよ。参加費10万円。依頼人の妹さんと同じ展開ね。そのまま参加費を払ってガーナもハーレム生活に参加してきて、それで実態を探って問題があれば妹さんを救出すればいい。ねえ、やっぱりお姉ちゃんが声をかけたんだから、お姉ちゃんが言ってよ。私より若いガーナの方が好かれるし適任だわ。私はガーナと電話をつないだままにして中の状況を把握しつつサポートをする。はい、これどうぞ。あ、ホットチョコレートだ。やったー。ガーナは仕事前にホットチョコレートを飲んで、そのままタツオの家へと向かうことになったのでした。君がガーナちゃんだね。さあ中へ。お邪魔しまーす。めっちゃブサイクちゃん。家に招待されたガーナはタツオの熱狂的なファンという設定です。ぎゅー。え、僕と会えて幸せだろ。はい。いやー、気持ち悪い。そのためタツオに抱きしめられても嫌がる素振りを見せることはできなかったのです。さあみんな、今日からこの子ガーナちゃんも僕たちの家族になるよ。タツオさんを支える人が増えるのね。嬉しいわ。一緒に頑張りましょうね。これはどういう状況だにゃ。中では依頼人の妹のメイコ含め3人の女性には首輪がつけられていました。ですが3人とも全く嫌がる素振りも見せず、タツオに好意的な様子だったのです。はい、ジュースもどうぞ。ガーナちゃんにはまずこのビデオを見てもらうね。ビデオ？僕がくっつきながら見るよ。ウキウキ。そう言って腰に手を回され、タツオと一緒に見たビデオは気持ちの悪いものでした。これって洗脳のための映像。確かに普通の人が見たらぼーっとしてくるかも。ガーナちゃんは僕が大好きで愛おしいと思っている。でも僕にたくさん尽くして喜ばせないとガーナちゃんに災いが降り注ぐんだ。災い？だから僕のためにたくさん尽くすんだよ。そうしたら災いもなく、君が大好きな僕とずっと一緒にいられる。タツオさんとずっと一緒、ずっと一緒。よし、いい感じだね。君にも僕のペットの証である首輪をつけよう。洗脳されたふりをしないとだにゃ。こうしてガーナは大好きなタツオに心酔しきっているふりをして、その女性たちと同じような状況に。さて、配信でもしよっかな。タツオさんの配信だわ。目の前で見られるの本当に私たちって幸せよね。ちょっとみんな、推しが好きな気持ちはわかるけど、この状況は嫌でしょ。私が手助けするから一緒にここから逃げるんだにゃ。何言ってるのよ。タツオさんにペットとして飼われるなんて本当に幸せよ。ええー。他の3人は全く嫌がっている素振りもないため、ガーナもどう動けばいいかわからなくなったのです。嫌がっていないのなら助ける必要はないのかな。でもさっきのビデオで洗脳されているのなら助けないとだし。よし、配信終了っと。次はお仕置きタイムだぞ。お仕置きタイム？ガーナちゃんは来たばかりだから見ているといいよ。今月の稼ぎで一番低かったのは、メイコちゃん、君だ。そんな、ごめんなさい。どういうこと？私たちはタツオさんがプロの声優になるために支えないといけないでしょ？だから、たくさん働いて貢がないといけない。今月はメイコちゃんが一番低かったから、お仕置きを受けるのよ。お給料も貢いでいるの？ってことは、タツオは紐男？ということで、メイコちゃんの晩御飯は抜きにして、男の相手をしてもらう。
掲示板で見つけた相手がそろそろ来るから今すぐ準備をするんだ。男の相手？達夫さんに十分貢げなかった人は男性の相手をしてお金を稼ぐのよ。それがお仕置きなの。私たちも過去にしているわ。女性を使って自分のためにお金を稼がせるなんて、そんなの許せないな。なんだ？やっぱりこの状況はおかしいし、みんなを連れて私はここを出ていく。くそ、まさか洗脳が効いていないとは。さっきジュースに混ぜた薬が弱かったか。薬？やっぱり変な薬も飲ませているから、この子たちはおかしくなっているんだね。すぐに警察に。その女は僕に歯向かう災いだ。僕の魅力をもっと伝えるために捕まえるんだ。はい。何をするんだにゃ。あなたも達夫さんのファンなら頑張りなさい。イケメンの僕にもっと浸水するよ。きつーいお薬を飲ませないとな。いやー、こんにちは。誰だ。ひとまず助かったにゃ。掲示板でやり取りをしていたものです。10万で若い女の子とあんなことやこんなことができるんですよね。ああ、さっきやり取りしていた人ですね。メイコ、隣の部屋で相手してきなさい。はい、どうぞこちらへ。ダメだにゃ、もう話してよ。ガーナちゃんは僕がたっぷり相手してあげるからね。ふっ、うわぁ、何が起きたんだにゃ。ガーナさん、大丈夫ですか。その声はメイコちゃんのお兄さん。え、お兄ちゃんがどうしてここに。ショコラさんにこの男の怪しい募集を見つけてもらったからすぐに助けに来たんだ。メイコ、目を覚ませ。この男はメイコたちを大切になんて思っていない。なんてひどいこと言うの。彼は私たちを一番に思って。お兄さん、ダメだよ。メイコちゃんたちは変な薬で洗脳されているの。お前たち、この男を今すぐボコボコにしろ。僕の命令だぞ。達夫さんを守るわよ。おりゃー、ふっ、何をした。メイコも目を覚ますんだ。何これ。あれ、どうして私はこんな首輪を。大好きな達夫さんのオフ会に来て、どうして私は達夫さんにお給料まで貢いでいたんだろう。目を覚ましたようだな。よかった、さすがショコラさんが開発したスプレーだ。僕のハーレムを壊しやがって。お前は許せないぞ。お兄さん、逃げるんだにゃ。そこまでだ。どうして警察が。おまわりさん、来てくれたんですね。この前は事件性がなかったから見逃したけど、今回は言い逃れできないぞ。ひとまずは現行犯で逮捕する。やめろ、話せよ、話せ、クソが。達夫さん。ショックかもしれないが、あれがお前の推していた男の本当の姿だ。みんな目が覚めてよかったにゃ。こうして達夫はナイフを出して依頼人を襲おうとしたところをおまわりさんに逮捕されてしまったのでした。あの後、女性たちは達夫への思いは冷めて、全員が無事に元の生活に戻れた。達夫は女性たちを使って男の相手をさせていた罪でも逮捕されたのよね。よかったよね。結局変な薬を飲まされていたから女性たちはあの男に心酔していたんだよ。薬だけの影響ではないわ。彼女たちはもともとオフ会代に10万円を払うほど達夫のことが好きだった。だからこそスプレーをかけられるまであんな感じだったのよ。恋は盲目ってやつだにゃ。ああ、そういえばあの時の報酬をまだもらっていないって思い出した。お姉ちゃん、私の報酬は。まさか思い出すとは。3割でいいでしょ。え、頑張って潜入したし、私が強いから洗脳もされなかったんだよ。5割はもらわないと納得できないやん。何を言ってるのよ。あなたが洗脳されなかったのは私のおかげよ。え。ここでガーナはショコラから予想外のことを聞かされたのでした。つーか、いい声って別に男だけのことじゃないだろ。女の人にだっていい声ってあるんじゃね。色っぽいとか可愛らしいとか、あとなんだ、透明感があるとかさ。
案内人さんはどっちかっつうと大人っぽくて透明感があるよな。いきなり何を言うんですか。もう皆さんはどんな声が好きですか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。それではバイバイチー。仕事に行く前にガーナにホットチョコレートを飲ませたでしょ。あそこに洗脳を解く成分を入れておいたのよ。つまり達夫の洗脳が効かなかったのは私が開発した薬のおかげ。そうなの。達夫の怪しい募集を見つけ洗脳を解くスプレーとともに依頼人を家へ向かわせたのも私。事情を説明して警察を家に向かわせたのも私。全部私の作戦通りにうまくいったんだから3割で納得しなさい。それならお姉ちゃんが最初から潜入してくれたらよかったのに。達夫が気持ち悪いから同じ空気を吸いたくなかったのよ。私のおかげで解決したんだから3割でいいでしょ。分かったよ。このカフェを作る時の資金にして払えないだけなんだけどね。